兵庫県立図書館は、日本の都道府県立図書館の一館として、兵庫県が設置している、公立図書館である。本館所在地は、県庁所在地の神戸市でなく、明石市の兵庫県立明石公園内で、同時に開館した明石市立図書館、旧本館と一体の建物になっていたものの、運営主体が県と市でそれぞれ異なるため通路を、 経由して、両館を互いに行き来することはできなかった。明石市立図書館は2017年1月に約700メートル、南下した明石駅前の複合商業施設、パピオス明石内へ移転し、明石市民図書館となったが、同年8月には、旧本館の2階で市の郷土資料収集に特化した、明石ふるさと図書館が開設されている。本館が開館当初に有していた。 県市合同のコンセプトで整備された県立図書館は他に大手ピア高知図書館とミライオン図書館がある。2015年時点での蔵書数は約62万冊。全国の都道府県立図書館本館としては最も遅く1974年10月に開館した図書館である。その背景には明治末に 県庁所在地で開館し、今なお全国屈指の規模を誇る、公立図書館である、神戸市立図書館の存在が大きいとされ、明石市の市立図書館会館に合わせて、県市一体で施設を整備して、開館に至った経緯がある。そのため全国の都道府県立図書館としては唯一、開館から一度も、県庁所在地に本館を置いたことがない得意な歴史を、持つ。 会館の時点で本館が都道府県庁所在地以外の都市にある図書館は他に、北海道立図書館のみであったが、後に機能分散の観点から、大阪府立図書館、埼玉県立図書館、ミラヨン図書館などが都道府県庁所在地以外の都市へ本館を移している。会館当初は隣接する若市市立図書館との役割分担もあり、 東京都立図書館と同様に一般への直接貸し出しを実施せず県内の市長が設置する公立図書館への協力貸し出しのみを行っていたが2001年から一般貸し出しを開始した。明石市立図書館が移転したのと同時期の2016年から2018年3月末までは本館の老朽化により耐震補強工事が必要に なったことから大赤市町のビルを借り上げて、借り本館とし、神戸市西区の民間倉庫を仮設書庫として運営されていた。蔵書の閲覧は自由だが、貸出には登録が必要。登録要件は、兵庫県内在住、在勤、在学であること。貸出し期間は3週間。国立国会図書館や他の図書館等の所蔵資料についても、借り受けて、 館内閲覧が可能。インターネット貸し出しサービスが提供されており、県内在住であれば、近くの図書館での貸し出し、返却も可能。ありがとうございます。